We are in for it のあまりさん、みんながなくした最近のものは、僕はアプローチ絶対なくさんとってください。すごい後悔してます。今回先ほど言ったなくしたものというので、今回ちなんだ企画をやっていきたいと思います。みんなが帰るときに道端に財布が落ちていたら、メンバーはどうするのか。めちゃくちゃ簡単な話ですよ。今から僕たちも、ちょうど今さっき撮影が終わって、今すぐ終わった瞬間に僕トイレでこっちに来てるんですけども、これから多分もうみんな帰ると思うんですけども、僕は早めに先に出ます。そして、事務所下のところにカメラを設置して、僕の財布やったらバレちゃうんですけども、スタッフさんに財布を借りて、あ、中身はですね、スタッフさんに財布を借りて、道端に置いておきます。さあ、その時に帰り際に行くメンバーは財布を見つけた時に拾ってどうするのか検証していきたいと思います。ほんまの理想はやっぱり警察に届けるっていうのが理想なんですけど、僕もちょっと隠れてそこから取っていきたいなと思ってるんで、しつかく見ていきたいと思います。ちょっと時間もないんで急いでカメラ設置して検証していきたいと思います。もう一度言います。皆さん、財布は落ちてたら警察署に。それではいきましょう。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。最後起きませんか、最後起きませんか。隠れの下手すぎた。そうです。すいません、お世話。すいません。ちょっと落ちてた。最後落ちてた。俺、今からどうするつもりでした。盗むの？えらっ。俺、この辺届けに行く。えらっ。よかった。よかった。あ、じゃ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 あ、あ、でもいいよ、それ、石井さんのやし。あ、じゃあ、いらんわ。あ、くそ、俺のやったら盗む気やった。はい、ということで、えんちゃんは行きました。次ですよ。この辺のとこ違う人が拾ったらもう終わり。熱っ。曇ってんな、この空洞か。まあいいか。誰か出てきた。あれ雪木くんやないかい。交番ね。交番ちょっとそこにある。
ちょい俺も巻き込まれてる。あんたは何してんねん。分からん。一緒に降りてきただけや。何をしてるの。何が。うわ、何し、取ったのもさ。誰やの。え、食べて、待って、嗅いだことある匂い。怖っ。待って、怖っ。え、知ってるこの匂い。犬。これ、あんた知ってんのこれ。いや、これ見て。あ、分かった。誰。ほんまに言っていい、うん、身分証見ずに、うん、めっちゃ汗の匂いがしてるやつ、うん、汗だったんだけど、うんうん、え今からどこ行こうとしてました、この財布持って。えらい、あんたもよかったわ。もしかしたら俺のかもしれない。おい、取ろうとそんな。さあ、無事拾ってくれました。他も持ってきたいと思います。ありがとうございます。こういうことがあるから、こういうことがあるから、あの、慎重にやらないとね。道端に財布が落ちていたらメンバーはどうするのか。届けるやろ。いや、これ悪いやつは取ったりすんよ。札入れ取ったら、うん、取るやつ、札取るやつおるかもしれん。ああ、おお、いるかもしれん。せやねん、せやねん。ちょ、入れとこ、ちょ、俺の他のやつもどんどん仕掛けんじゃん。あと一人、ちょっと若葉に。うん、俺財布ない、どこ行った。落としたやつが一人います。やばい。ちょっと。いや、これ検証で、うん、道端に財布が落ちてたらメンバーはどうするのかっていう。やっとけなかったと思った。ほら、バイバーイ。なんとか終わりました。いやね、これ財布っていうのはね、ひろ…え?財布を拾ったら必ず返してくださいね。飯行こう。よし、飯行こう。